14ですね、この枝が。ここですね、点滴してもらって。あ、うん、ちょっと固まったの。そう、そうです。で、ちょっと緩くて、ここ良かったんだけど、うん、この月流がちょっと、ゆるゆる、今朝もゆるゆるがちょっと。今朝もゆるゆる。まあ、全体の1割から2割ぐらいですけど。食べる量的には、まあ、まあまあ普通に戻ってきました。2人でこれぐらい食べてる、はいはい、まあまあ。お、そこで。昨日はよく食べた。だからちょっとずつ減らしてきて、うん、強制給仕も、はいはいはい、まあ、お薬プラス、お薬分ぐらい、じゃあお薬分ぐらいに、はいはい、してます。この間はステロイドを取ろうとかなと思ったけど打たんかったんだよね。はいはいはい、あの一般的な原因の治療だけ。一応よいしょ、はい、はい、じゃあこれも4950円。4,000円で50円、50増えた、50も増えましたね。まあ、そうだね、ちょっと後手になるけどさ、あんまり食べないとか、ゆるい時は一般的な原料治療にしましょう。で、そんでもダメだったら、それプラスステロイドしますけど、そこで打っちゃうと多分すぐ立ち直ると思うんだけど、量が上がってっちゃうからさ、ね、なかなか難しい。今回、戻ってきたんで、来週のこと。じゃあ今日は点滴しませんのでね、あの抗生症者お願いします。100の3分から100の2分、はい、お腹、胸、胸のお腹だね、胸と喉もちょっとやってください。はい、
ん、左がちょっと汚れてる。いつも左が汚れるね。左がちょっと汚れる、ね。それでね、ちょっとね、サンプルなんだけど、フワイヤーっていうね、なんか、免疫力を高めるようなサプリメントなんだけど、海外では薬としても出てるらしいんですけど、サプリメントなんですね。鉄はサプリメントなんだけど、結構高い。まあ、1日1杯、これちょっと、なんかスプーンが入ってるから、下流なんですよ。だからご飯にかけるかなんかして、でどんな働きがあるかっていうと、まあいろんな体の機能の免疫力を上げてくれると。というものなんですけど、まあ一回試しに。ただね。そういうとですね、そんな1日2日だと変わらないんですよ。そうですね、サプリメントそう、2つ切れないとちょっといいかもしれないなという、そういうものなんですけど、まあ一応何日か分あるから、ちょっと試しながら、はい、これね、見て試してみてください。はい、ありがとうございます。ただ、医学的には証明されてるんで、人間でね。そうなんですか。人間の1000人ぐらいの、なんだっけあれ、肝臓がんだったかな、肝臓がんの人の手術 した後のに使ったデータがあって、何パーセントか分からない、何パーセントかはちょっと、ああいうのって 1% か 2% 良ければ結構薬として認可されるらしいんですね。それが 1% かじゃない、十何パーセントぐらいあの効果があったんじゃないかというふうな、その、あとコストグラスね。免疫力が高そうですね。ちょっともうちょっと私も詳しく説明したいので、長田さん、ちょっと一周経過って詰め切って、それと本物店舗まだ右の前です。おちっこしいからね。おちっこしいからね。こっそりするから。いや、ちょっと話して、すごい。
っぱい食べられたらいいです。2週間のこれでさ、1ヶ月放置したらもっとすぐ死ぬ。すぐ伸びてるね。逆にチョチョちゃんはチョチョちゃんの汚れ。あのね、なんかDNA とかタンパク質とかあるよね。はい、体をね、作ってる、はい、第3の生命、第1の生命差が DNA、 第2がタンパク質、第3の生命差が糖、糖差、糖差、はいはい、糖でこう作ってるの、はいはいはい、お水を上げるとですね、要は免疫が過剰な子は真ん中に水量を持ってくるし、免疫が落ちてる子は真ん中に持ってくる、はい、両方に効くと。だからこの子の場合どっちかと免疫が過剰なんですよ、慢性腸症っていう場合は。だから過剰な子は中真ん中に向けて、でもし例えば腫瘍ができたとしたら、その分に関しては真ん中あげるよという、なんかあの漢方みたいな感じのものなんです。ただ副作用はあります。下痢するとかありますか一過性のね。だからちょっとこれやってさ、あの一瞬弦が余計緩むようだったら、もともと緩いわけだから、そうですよね、だからちょっと休んで量、その決められた量じゃなくて、まあ、半分ぐらい、半分ぐらいで、うん、いっぱいじゃなくて半分ぐらい、いっぱいの半分ぐらいで少しずつ鳴らしてもらえると、多分それは一過性だからならないよと。まあ、要は免疫を上がりすぎてる子は真ん中重要に、低い子、まあ、低い子ではどういうことかというと、がんとかね、なりやすいけど、そういう子はちょっとは免疫力を上げる。だから免疫力をやるつもりに上げるものではないです。はい、こういった感じのもので、まああの聞いてみようと思うので、確かに症例報告は確かにあるので、もともと人間の肝臓がんで、何月とかな、3年ぐらいの、まあそうね、うん、そうなっちゃいますね、ご飯に引き立てると。そう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 、だからこの子だけにやるんだったら直接あの溶かしてやるかですよね。何個だけ食べる、まあ、ご飯に薬入れるみたいな感じで一日一回入れてもいいですよ。ああ、そっか、一緒にお薬と一緒にそう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 、入れちゃうんですね、はい、そっか、そうしようか、その方が確実ですね。ご飯に混ぜると食べたか、食べたか食べないか分かんないからさ。そうなんです。マグラムということは1週間ぐらいになります。これってこういうカリウム状で人というのが買ってたか。うん、多分ね。私も申し訳ない。お尻やりました。お手術あんまりギリでやると出血しちゃうから、なんかここ出血してるか、うん、肛門が出ちゃうの。お尻ね、お尻今日いいかな、ちょっとなんか真っ赤になっちゃうんですよね。まだやってないけど、今鏡見せることだって、絞ってない、肛門すらします。爪とやってくれた、おしっこしながら、こういうやつちょっと力入っちゃうから、そう、よいしょ、はい、じゃあ軽く水出してみてください。味的には何か味がするんですか？なんかあの
出かければ食べるとかって書いてありましたけど、ね、ただみんなじゃないと思います。そうですね、うん、特に猫ちゃんの場合は難しい子が多いからさ、振りかけて食べるかどうかはちょっとわかりません。あのアマゾンかなんかにフワイヤあ、そうそう、フワイヤっていうあの本が出てました、ね。へえ。そうですね。人間の先生が何先生だったっけな。研究をされた先生が。新見先生。ああ、ここですね。あ、そうそう、そう書いてあります。うん、なんかそのフワイヤのことを説明した本が出てましたね。2000人ぐらいしたらちょっとね、そして大体避けたらじゃあ10人にしましょうか。はい、あっ、あっ、はい、どうも、これ喜んで。